毎度お世話になっております。センチメンタルグラフィティ実況プレイ続きをやっていきます。よろしくお願いします。前回雪山で妙子と二人しっぽり遭難してきました。一夜を共に過ごしましたが、特に何もなく昨夜はお楽しめませんでした。で、救助隊に助けられて生還した次の日の朝なんですけど、このままエミルちゃんのところに向かいたいと思います。タフだよね。普通検査入院とか事情聴取とかされると思うんですけど、遭難して生還した直後ですよこれ。多分数時間も経ってないと思うんですけどね。行きましょう。エミルちゃん仙台何時だっけ、ちょっと待って、時間確認、時間は14時にサンモール、いつものサンモールね。はいはいはい。そうするとこれでいっか、仙台よし。エミルちゃんとタエコちゃんはもう仕上がってきん、あれこれ間違えた、20、あれあれ、ちょっと待って、時間間違えとるやんけ。わし37歳、時間間違えとるやんけ。あら、え、なんで26日の朝だったよね。それがなんで1日経ってんの。え、特急で行ったはずなのに。おや、ちょ待てよ、ちょっと待ちます、待ちますじゃない、ロードします。そうだよね、朝6時だったよね。なんで青森から仙台行くのに1日がっつりかけてんの。あれ、ちゃん時間見てなかったわ。何がよしだ、何もよくないよ。27日になってるもんね。こっちが16時か。ああ、青森から電車出てないって話なんだね、これね。あ、そういうことか。じゃあ、新幹線で行かないといけないんだ。んだよ。青森、仙台、ちゃんとしてくださいよ。エミルちゃんに会いに行けないでしょ。で、サンモールね。はい。場所は間違えないように。サンモール、26日10時、OK。約束の時間まではまだありますけど、入ればね、14時になるから。エミルはまだみたいだな。遠野って妖怪の里とも言われてるし、いかにもエミルらしいけど、でも今日は我慢してあげなくちゃ。前回、光のなんとか、光のなんだっけ？光のなんちゃらみたいな場所で UFO を呼ぼうとしたんですよね。周りカップルだらけなのに。絶対来ないよ、あんなところに UFO。あ、ダーリー、遅れてごめんね。時間ぴったりだよ。エニータイム使った？全然大丈夫だって。ほら行こう。仙台を代表する妖怪って何ですかね。ねえ、見て見て、何か出そう。ヒョウスベとか。妖怪の中でヒョウスベが一番好きなんだよな。名前がね、好きなんですよね、ヒョウスベって。本当だ、妖怪の家って感じだね。人住んでたらどうすんだよ。さすがに住んでないか。人住んでたらその人が妖怪呼ばわりするしてることになっちゃうからね。そう、よかった、喜んでるみたいだぞ。おお、いい気持ちいい。あの家に妖怪が住んでるんだとしたら、
襲われるよね。妖怪って襲ってくんのかな、わかんない。襲ってくるやつと襲ってこないやつに分かれると思うけど、襲ってくるやつだったらやばいね。戦う準備をしないと。空気も美味しいね。ねえダーリンも楽しい？もちろん。カッパもいるんだ。うん。ここの妖怪は？ここの妖怪はもういいのか。うわー、カッパさん出てきてくれないかな。家の中にいる妖怪だったら何ですかね。枕返しとか手長足長とかも家の中にいるんだっけ。あれ外か。本当だ、今にも姿を現しそうだね。うん、なんだか不思議だけど、この塔のにはそんな風に思わせる雰囲気があるよね。そうそうかな。なんだか嬉しいな。思い切って誘ってよかった。妖怪が出てきそうな雰囲気っていうのがわかんないけど、え、見る。土産物屋だ。あー、お土産屋さんだ。ねえねえ、入ろうよ。エミリン、カッパさんのグッズ買いたかったの。うん、そんなものもあるのかな。そんなものあるのかな。お、いろいろあるぞ。あれ、エミルは？かわいいかな。ちょっと実物を見せてください。思い切って買っちゃおうかな。エミル、そうか、エミルはオカルト好きっていうより面白いものが好きなんだな。オカルトが好きなわけじゃないんだ。今月お小遣いちょっとピンチだしな。かわいいかわいいって思わせる描写かな。別に普通の女の子と少しも変わらないよな。まあリュンって言わなければね。リュンって言うと途端にね、あれですけど、普通にしててくれたら、うん、そうだ、可愛いよね。やっぱり買っちゃうのだ。のだ。すいません、このカッパちゃんのリュックください。ああ、そういう、がっつりカッパ。がっつりカッパですやん。それ、どこに、どっから物を入れるの？頭の皿がパカッて開くのかな？どうかな？すごく似合ってるよ。絶対思ってないでしょ。本当？嬉しいよ。女子高生が持つのは、いや、でも女子高生が持って、てれば何でも可愛いか。うん、多分何でも可愛いと思う。つるべ落としとかのリュックでも全然可愛いと思う。でもエミルはどうしてこういう不思議なものが好きなの？うん、エミリンね、昔から変なものが大好きなんだ。変って普通と違うってことでしょ。それって個性的ってことだよね。惹かれ合うってこと？エミルちゃんと。だからエミリンは変なものとか変な人とかが大好きなの。ちょっと待て、それは俺のことを変な人だと認識してるってこと？どこが変だって言うんだ。真っ当な好青年だよ。え、物ばかりじゃなくて人も変な人が好きなの？十分変な人だと思うから。全然嬉しくねえ。そうかな。自分では変な人だとは思ってないんだけど。
に付き合ってくれてるもん。ありがとう、ダーリン。え？本当は無理してたんでしょ？いつもエミリューに合わせてくれて。いや、ゴビ以外だったら受け入れてたし、割と。UFO 好きとかさ、妖怪好きとか全然受け入れられるんですよ、僕は。そのゴビさえ改めてくれたら。リュンって言わないでくれたら全然いいんで。何なんすか、リュンって。仙台の方言とかじゃないでしょ。そんなことないよ。え？確かにそういう時もあるにはあったけど、でも無理なんてしてないよ。うん、エミルといるとなんだか楽しくて明るい気持ちになれるんだ。そんなに不思議なものが好きだったらムーの編纂者とかになればいいの。だから全然無理なんてしてないんだよ、気にしないで。ダーリンってやっぱり優しいね、エミリュン。お、そんなダーリンが。ふふ、惚れたろ。え、何？普通の声量で会話しとったかな。突然聞こえなくなるな。なんでもない。ねえ、手つないでもいいかな。なんでもないの言い方可愛かった。グッときたわ。うん。本当だ。エミリュン、とっても幸せ。12月っていうかもうすぐ1月だけど、仙台ってこんな時期までモミジって咲いてんの？枯れてないんだね。さて、エミルはご機嫌のまま帰っていったし、僕もそろそろ行こうっと。やっぱり笑ってるエミルが一番だよね。そうだね。まあ、ちょっとね、突拍子のない行動が目立つ子ではあるけど、悪い子ではないと思いますんで。はい、じゃあ、どうしよっかな。あと、やらなきゃいけないことが、プロフィールで見ればいいか。ルリカちゃんまで電話はできてないんですよね。だから一旦、東京に戻って、ルリカに電話してってしないと、ハートブレイク処理はできなくなるから、こう、どうしようかな。ゆうちゃんとかほちゃんはいけるんですけど、ちょっとほのかちゃんいっとくか。そろそろやばい気がするんで、これ以上増やしたくないからね。今は夏休み、あ、冬休み中だから全然いけますよね。じゃあ、ゆっくり行くか。うん、そうですね。ちょっと一日バイトして札幌で過ごしてもいいわけですからね。じゃあこれでいくか。さあ、北海道です。市街マップとかもちょっと見てみたいけどね、どこまで行けんのかね、気になりますよね。市街マップだとバイトとかはできないのかな。ちょっと見てみる。おお、うるせえうるせえ。なんだ今の音。プーンペーとか言われたんだけど。たぬき工事、たぬき小道か。たぬき工事で会ってた。はいはい。じゃあたぬき小道、小道じゃない、工事に。で、睡眠取るよりバイトした方がいいよね。バイト。お、行動力4ポイントの消費で1万円もらえるんだ。牧場の手伝い行きましょう。明らかに工事してるんだよな、音が。大通公園行ってみますか。いるかな。お、雪降ってんじゃん。沢渡りじゃない、沢渡りじゃない、
沢渡を否定したの今。ああ、沢渡じゃん。あ、こんな時間にどうしたの？いや、偶然寄ってみたんだけど、沢渡は仙台にいた時の俺の格好ってケミカルウォッシュに白い長袖の T シャツだったと思うんだけど、その格好で北海道に渡ってきたんだ。死ぬぞ。私はパパのお使いで大学まで来た帰りなの。助けてくれ。寒いんだ。もっと言うと俺遭難した後だからね。遭難したてなんで、装備とか雪山、一応雪山装備ではあるのか。スキー行ってたからね。そうだねえ、帰り道途中まで一緒に行ってくれないかな。このギュッてしてんの可愛いよ。もちろんいいよ。胸のとこのシワの描写がやばいくらい細かいな。よかった。エロスを感じる。この時間になるとエロスの波動を感じる。ちょっと怖いから。なるほど。何あの二人。ん、どうした。え、わあ、カップルみたいだね。うわ、大胆な。写真を撮ろう。何をしているんだ一体。大胆なことをしている描写を詳しく。うわー、なんだか気まずいな。19時にしたら暗くねえか。周り真っ暗なんだけど。ねえ、ポストアポカリプスの世界みたいになってる。あなたも女の子にあんなことしたいの？あんなことってどんなことですか？ちょっと表現してもらってもいいですか？もちろん僕も健康な男だもん。いや、全然興味ないよ。それはそれでどうかと思いますね。何をしようとしてんのか分かんないけど。A か B か C かで教えてくれるとありがたいです。街中でしょ？ B、 いや、A かな。私は嫌だからね。え、なんでよ。健康的でいいじゃないですか。 B くらいだったらいいでしょ。そうって。送ってくれてありがとう。全然興味ないよって言うのもどうかと思うんですよね。時と場合によるなーくらいだったらわかるけど。でも危なかったかな。あなたって意外と狼さんみたいだし。すいませんね、胸の服のシワの描写が細かくてエロいとか言って。そんなことないって。本当かな。それじゃあまたね、バイバイ。本当かな。ああ、失敗しちゃったかな。いや、あの選択肢だったらさ、一番上選んだ方が。いや、でも時代かな。今だったら割と寛容だったりしますね。なんか寛容な部分とそうでない部分の境目がよくわからないですよね。この時代は風呂覗きとかには、風呂覗いたりとか、なんか痴漢まがいな行為をすることに関してはやたら寛容なのに、エッチな発言に対して厳しいじゃないですか。で、現代はその逆なんですよね。なんだかなって感じですよね。変なところで不干渉じゃないっていうね。じゃあこのまま移動を続けますか。じゃあ、一回戻ってもいいんですよね、電話かけるために。ただ、戻ると、体力削られちゃうからね。先に、そうだね。ゆうちゃん行って、かほちゃん行って、で、みゆきちゃん経由するか。で、自宅に戻って、るりかじゃん。この、流れで行こう。ういん。じゃあ、まず、ゆうちゃんですね。広島に行きます。これ、お正月とか特にイベントないのかな？一回戻った方がいいのかな？そういうイベントがないんだったらいいんだけど、どうしよう。一回戻った方がいいかな？じゃあ、先にかほちゃん行って、で一回自宅戻りますか。
で、なんかあるかもしんないからね。OK。じゃあ、早い時間がいいよね。大阪、新幹線、行きまーす。うん。で、てん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 、でんて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 ん。来ましたね。じゃ、市街マップ出て、どこ行くかな？天王寺。駅のそばに地下街と動物園がある。地図を持たずに散策するには格好の街だ。これ、明らかに、何これ、駅？天王寺駅って書いてあるのか。マンションに見えたわ。どこ映しとんねんって思った。もっとあるでしょ。新世界。大阪のシンボルの一つ、通天閣のある新世界は土手、焼き、串カツなどが安く食べられる庶民の街。行ってみたいなぁ。弁天町。駅から港が近いのでのんびりと歩いてみよう。誰もいない海もたまにはいい。これは、どこだ？どこ映してんだ？なんかもっとランドマーク的なものを映せばいいのに。ランドマークなのかな？これも。なんかわかんないんだけど。天保山。水族館、ショッピングセンター、劇場が立ち並ぶ一大レジャーゾーン。修学旅行の学生も多い。大阪市内。大阪城だ。大阪城の広大な敷地は公園として利用されている。格闘技の大会で有名な、あ、それは知らなかった。格闘技には疎いですからね。大阪城ホールで格闘技の大会やってんだ。何やってんの？じゃあどこ行く？新世界行ってみるか。串カツ食べたい。あれ、いない。時間が時間だからか。一回休んだ方がいい。あれ、てかカホちゃんって電話した俺。いや、知ってるよね。ゆうちゃん、カホちゃんには電話してるから、別のとこか。いない気がする。あ、いない気がする。あ、いないんだ。弁天町か。あれ、じゃあここにいるんじゃないの。一回休めってこと。バイトしてみる。いや、16時までバイトだとあれか。じゃあ宿泊してみますね。で、一回道頓堀行ってみるか。あ、いないよね。電話してなかったっけ。あ、来た。森井はどこだ。時間帯か。あれ、あそこにいるのは。いやー、探したよ。こんなところにいたのか。森。久しぶりだね。ほんと久しぶりだよね。あ、その目線もっとください。いい表情するじゃねえか森。うわ森、なんだか怒ってるみたいだぞ。たまらねえぜ。あの、何かあったの？そう、でもそうは見えないけど。本当だよ、何にもないから。私いいんだよ、分かってたから。遠いもんね、東京って。うん、そういう理由で西を切り捨てたからね。何も言えねえんだよ。もしかして僕が連絡しなかったからそれで怒ってるの？あ、かわいい。差分が豊富だな、このゲーム。そんなんじゃないよ。そんなんじゃ。やっぱり僕のせいなんだ。ねえ。何？電話ぐらい欲しかったな。こっちからかけても、いつも留守電で、寂しかった。ごめん。
れたんだよね。こんなところまで私を探してこんなところ地元の人だからこんなところ呼ばわりしてもいいのかな。新世界ってこんなところでいいの。うんうん、カホとな話がしたかったから。ああよかった、ありがとう。なんだか元気出ちゃった。本当にもう大丈夫。行くよ、うん、次行くよ俺。大丈夫だよ、ありがとう。それじゃあ送っていくから一緒に帰ろう。え？なんだか今すっごく走りたい気分なの。途中まで走って帰るね。お外だけどお外走ってくるよ。は、走って帰るって遠いよ。大丈夫、私行けるところまで行ってみたいんだ今すっごく体が軽いから。そう、うん、行けるところまでって自宅まででしょ。来てくれてありがとう。自宅越え、すごくすごく嬉しかったよ。心が痛い留守電やめてもらうためにここに来てるわけだからね。行っちゃった、よかった。これでもう大丈夫みたいだな。よし、ミッションコンプリート。じゃあ自宅戻りますか。一旦ここで終わりましょうかね。はい、ではまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。